寒い。ということで、いきましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してからこの動画を見てくださいね。ということで、早速ね、やっていきましょうか。前回は、なんとかね、ジルちゃんをね、救うことができて、で、死体は殻つけてから行け。チェキ。あれ？あ、そっか。あ、カチャカチャ、あ、カチャカチャ。こういう引っかき傷があるのはどっちなんだろうね。パンタのせいなのか、ここにいたりっちゃんのせいなのかな、ね、相変わらずの黒飴まみのカカオ豆。前回はなんとかですね、誰だったっけ、あーそう斉藤匠さんのおかげでですね、ジルちゃんが救われてですね、まあただちょっと巨乳のパイタッチされてしまったのは仕方がないということでね、まあまあジルだけに G カップって、いや G だから G、 ジルの G は J だからって言って、まあ、G カップでも G カップでもいいんだけどさ、あんまり大きすぎるとね、やっぱね、若い頃の張りはいいんですけどね、やっぱ将来的なことを考えるとね、だからまあ言ってしまえばニューってさ、結局は単なる脂肪だもんね。さてさて、でよ。で、確かここは、こっち行くといるんじゃなかったっけ、あれいなかったっけ、あちらいたー。感動の対面。でん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 、おおおお、これでお亡くなりになるのかな。大丈夫、死んでる、いける、死んでる、固まったね。オッケー。まああれだよね、やっぱりお餅もさ、冷やすと固まるじゃん。あれ銃って熱くないってことは、あっちっち、さあ、ここが近いの、ね、地下室の入り口。そうなんでね、こういうトラックとかにさ、なんかさ、敵とかブワーいってさ、ねえ、で、ゾンビがジュワーとか出てきたりとかしたら、すごいあれだったんだけど、これ、この地下施設って、これ今さ、普通にさ、ピーピーって下がってるけどさ、このバッテリーとか、やっぱ RE2 のあれと一緒なんだろうな。美人。待って、揺れてない、ほら、プルプルン、プルプルン、ミキプルンってなってない、なんでこんな、いっぱいついてんのこれ。なんか、ありとあらゆるおっぱいのところに、乳首がついてるみたいな。まさか病院の地下に、発症期が半端ねえな。よし、で、あ、ちょ、あれあれ。カチャコンとしてる間に、こっちを、ゲット。そうなんだよな。本作のバイオハザードって RE2 の時と違って問答無用で取っちゃうっていうところがね、取りますか取りませんかっていうその選択肢がないままに取ります。結構それって残酷だよね。アイテムがもうピンチなのにさ、ねえ、あっち側とかなんかね、バトルアリーナみたいなね、versus タイランドつって。OK、サイドパーク。これは、エレベーター使用時注意。まあ、それはいいや。どうしようかな。まあ、とりあえず、レッドハーブの余りとかも特になさげだか。グリーンハーブめっちゃあるな。ほい。ほい。あれ？あ、なんか、カムバック。カムバック、エイトン。さあ、あいつなんだよな。あいつ。こんだけやってさ、銃ってさ、ほら、めっちゃ開いてんじゃん。全然気にも留めないもんね。肝が座ってるわー、ほんと。肝玉座ってるわ。で、こいつさ、なんでこう、撃たれたらこう起き上がるんだよね。あ、起き上がるじゃない。それは起き上がるわ。撃たれて気づいてた、この中心。この発光してるその煙は何なのってね、回復をしてるあれなのかね。さあ、この、地味なダメージを受け続ける。全然知らねえ。全然知らねえ。あ、でも銃で撃たれてるところ、煙を発してるけど、別に、あれだね。特に、なんだろう。回復して、その、傷が閉じてってるって感じはしないね。おい。強くない？一発一発のダメージがしょぼすぎるから、あれか。あ、やっぱでも閉じてってるな。頭さっき撃ち抜いたのに、なくなってるもんね。あ、もう、いっそのこと、なんか、とどめさせてくれ、みたいな感じになってる。ね。はい。しゃあない。いっそのことやってあげましたよ。これ見てるよね。あ、エニタイムということでね、アプリが一旦落ちちゃったんでね、こっから復活なんですけど、
そうなんですよ。ちょっと労働やったんで、ね、こいつ生きてるんでね、もう遠慮はしない。さあそのまま安らかに眠る。二度と起き上がってくる。あー、タマヒュン、全部ブロックしとくね。意外とこういうのがさ、死んでるっていうのは分かっててもね、こいつらな、これなんかいかにもゾンビっていう感じがするよね。さて、そんなことはどうでもよくって、じゃあやっていこうか。アフ、今の声って日本人なのかな。どうもどうも、ありがとう。終わらせないわよ。で、まだいるんだよね。ずっとあの格好してんだよね。全然動じないんだよね。すごいよね、かっこいいよね、ある意味ね。かっこよくはないか。ちょ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 、あ、ちょ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 、あのね、これ初めてやった時、実はコントローラーでやってたんですよね。で、今キーボードで初めてこれをやって、初めてでもないのか、あれ俺なんかやったっけ。あ、人生相談の時は、あ、人生相談の時どっちやってたんだろう。まあ非常にどうでもいい話だね。もうこいつらはいらないから、じゃあとりあえず1個拝借。ウォッチです。で、3つあるよね。あ、開いてる開いてる。で、これを降りていって、で、ワンワンオン、ワンワンオン。おぉ、ちょっと待って、ちょ、嘘やん、びっくりした。あらまぁ。発情期、発情期じゃないよ。うおー、びっくりした、今。いたのか。え、いる？いたっけ？おー、びっくりした。ドッキリやろ。おー、ちょっと待って、いるけ、今。あ、いたわ、普通に。いた、いた。いた、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 いた。おー、びっくりした。あんな、もう初見殺しやろ。初見じゃないけど、初見殺しやろ、あんな。生きてる？まだ。本当にもうチキンプレイだから、ここで始末していくよ。オッケーオッケー。いやー、焦ったー、マジで。久々に心臓止まりそうになったよ。ドッキーン来たわ、今。おー、びっくりした。アイテム変わってるとかないかな、これ。あ、レッドハウになってる。やったー。ショットガンじゃなくなってるけど。ちょっと格下げ。ガンパウダー別にいらないしな。ねえ。完全に油断したわ。で、こっち行ったら多分いつもの 例のごとくワン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 が来るけど。これ、こいつを倒したご褒美がハンドガンの弾ってしょぼすぎんでしょ。しかも今5発しかなくなかったい。あれが落ちてくると。で、ワン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 。あれ？あれ？ワン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 は？おい。いやいや、え、ちょっと、あれ？あ、だよね、だよね。あれ？ちょっと待って、ワン、ワン、あれ？ワンワン。ワンワン。行き止まり？いや、待って。ああ、プルンプルンしてる。プルンプルンしてる。ああ、もうその、そのおっぱいに挟まれて癒されたい。もう今、ほんとそんな気分だよね。うっす、逆にさ、ワンワン王が出てこないのがすげえ不気味なんだけど。何が潜んどるけ、何が潜んどる。ほいほいほい、おはようさん、おはよう。ここは一緒なんだな、ここは一緒なんだね。オッケーオッケーオッケー、おはようございます。でオッケー、ここは問題ないと。で、もう一つ問題はよ、こっちなんだよね。こっちの、これは別にいらないもんね。よし、行こうか。いやはや、ほんとにもう、あ、ちょちょ、間違えた。これはここ開けとかんといけん。で、上へ参ります。すでに下にいるとかないよね。あの中から出てくるのが、普通のゾンビと、ワンワンとかだったら、マジ基地なんだけどね。これが、強化火薬とマインスロワーを組み合わせると、マインスロワーを組み合わせるってまだ。強化火薬と、ガンパウダー B だか A だかってやれば、
あるのかな。だよね、だよね、だよね、だよね。え、中から出てくるのは、ええ、これ絶対フェイクやろ。何もないし。ちょっと待って、これ上からなんかドス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 降ってくるんじゃない？うわ、いやや。もうもうもうスルスルよ。中からいろいろ出てくるでしょ、出てくるでしょ。ほらやっぱりここでワンワン王だよ。危な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 。しかもワンワン王めっちゃおるやん。帰ってくし。ワンワン王、ワンワン王、ワンワン王、ワンワン王。オッケー。元気を元気を元気っつ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 。でも体力は低いっつ。ワンワン王、ワンワン王。オッケー。こいつを倒したらなんか戦利品とかあるのかな。ちょっと待ってね。尻尾プルプルしてる。尻尾プルプル。尻尾プル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 。あれちょっと待って。普通に降りてって出てくる。帰り方今可愛かったよね。ほれ。ああ、お尻。お尻の穴は弱いんでしゅーってか。ねえ、でも撃っとく。どっかの研究者があのこいつはもう史上最高の傑作なんだみたいなこと言ってたけどね。プルンプルンしてる。なんだこれかよ。他ないの。おお、ちょっと痛い。痛い知らない世界すぎて、あれ知らない世界というか単純に俺が覚えてないだけなんだけどさ。うわー、いらんダメージ受けたわー。そういうオチか。で、どうせまたあれだろ、さすがに3つ目のところはあいつが出てくるよね。なんか甲羅がカッチカチなやつ。カッチカチやぞってやつ。違ったらごめんなさい。でここをまたなんか取ったから復活する的なオチは特にない。これは何？アサギの夢もね。検体のあれは、検体になる。え？よし、降りよう。これ飛び降りれないんだよな。ポーンって行けたら一番楽なんだけどね。どうしようかな。こいつ相手にする？でも相手にしないと。あれ？よし、これで揃った。おお、帰りなさーい。ただいまでやんす。あ、ちょっと待って、でもここでさ、倒してなかったら、なんかあれ、ちょっと待って、しれっとどっか行ったぞ。あれ、しれっとどっか行ったぞ。あの、セーブ部屋で実は、待ち構えているとかそういうオチはないよ。大丈夫だよね。ああ、そうか。強化火薬2つでマグナム弾か。え、ちょっと、ちなみに、チナ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 。僕の友達はチナツちゃんとチナミちゃんがいる。非常に、ああ、やっぱ無理か。非常に誰得情報だよね。お前の、友人情報なんか知らんわーって言われたらそれまでなんだけど、いやもうほんとおっしゃる通りですね。で、これは断付けてこうしといてかな。え、ちょっと待って、でもさ、こっちに移動してるとかない？今消えてったよね。ん？おい。あ、起き上がるー。起き上がる、ブブーン。だよね、だよね、だよね。これ降りたら、あれだから、あれでもさ、あれ？おぉ、一体元気だね。てん、てん。あ、てか、ちょっと、お前まだ生きてんだ。タコツボマッサージ。逆ツボマッサージ。で、この暗くなってる間にどっか行っちゃったんだけど、あいつは弱えな。ほい、おきよ。おはようございます。おやすみなさい。あれ？ちょっと、あいつは変化する間もなく終わった。ちょっと待って、でも降りるの怖いな。これでまたさ、奴が出てきたりとかしない？大丈夫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 大丈
大丈夫？よし、準備 OK、 駆け抜けろ、走れ、駆け抜けろ、いけじる、後ろ来てないよね、大丈夫だよね、ちょっと遅っ、ほい、違う、もう一個 OK、 来てないね、よし、よし、上に上がったら待ち構えてキッ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 とか言ってることないよ。クソ、一足遅かった。現金隠してるやつじゃない。一体ここで何してた？これロッカーではないか。ロングバレルマガジン、マグナムの MG だね。で、ここでなんかやつが動いてたりとかしたら面白いんだけどね。さすがに銃の跡がついてるよ。そもそも待って、銃の跡がついてはすぐ消えてるよ。買った。まあそんなこんなでね、なんとかここまで来れたから、一旦じゃあ区切りがいいところまで来たんで、この辺りですね、セーブ終わりにしましょうか。ということで最後までご動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけると嬉しいでございます。ではまた次回パートお会いいたしましょう。バイバイ。